バーディシタナチャクラの背面とかね、あるいはムーラーダーラとか、それ刺激するためにまあいろんないい座法はあると思うんですがね、まあ正座ももちろんいいんですよ。こういうバージュラーサナですね、それもいいですし、まあ岡田式正座も大変結構なんですね。で、特にムーラーダーラ、永遠なんかはね、男性の場合、女性もどうでしょうね、よくわかりません。男性の場合はですね、この上に乗っている足ありますね、こう足重ね合わせるでしょ、岡田式正座では。その時に僕はね、ムーラーダーラ刺激するとき、足の組み方調節してね、こうやって、そのここの土踏まずですね、土踏まずのところに対応するようにね、僕は遠因を乗っけるわけなんです。こうやって土踏まずの上、まあ、土踏まずはだいたい自分でいつでも近くできるものですから、その上あたりに遠因乗っかるように座ってね、こうやってムーラーダーラチャクラのところをこう収縮、弛緩、収縮弛緩させて、そこに意識を置くわけなんですね。花見ながらね、微動揺しながら。こうやってると、ムーラーダーラチャクラは刺激しやすいですね。からスバーディシタナチャクラの時、これずらすわけなんです。こう組むんじゃなく、これをずらしてね、この足の親指ありますね。親指がね、この尾骨のところに当たるようにするわけなんです。こんな風にね、ずらして。そうしておいて、指触らないで、僕は。ここを親指で、まあ、こう、急に圧迫しながらね、じーっとやってるわけなんです。ですから岡田式正座ができる人は、足の深く重ねるか浅く重ねるかずらすかでね、スバーディシタ、尾骨のところね、のちょっと上もいけるしね、ちょっとこうずらせば下の方もいけるしって、あれこれできるんですね。で、僕はこんな風にして時々スバーディシタのチャクラの背面ですが、そこにコンセントレーションすることもやってますね。もちろんそのようにしておいてね、このようにこう、今度はね、深くですね、そっちから見ても分かりますか、かかとですね、このかかとのところでこの円を圧迫するんじゃなく、もうちょっといくと肛門ありますね。で、肛門ぐらいに当ててグッと圧迫かけてね、こういう風な、あと前見せますが、座法するとね、今度はこのかかとのところでね、尾骨を圧迫できるわけなんです。で、前の方はどうなってるかっていうと、まあ右足でこう圧迫しますとね、こうやってこう乗っけて膝をつけるわけです。で、こういう僕は今右で圧迫してるわけです。もちろんこれは左足でもできるけど、左足でやっておいて、まあ右足こうやって、ね、こういう形でもいいんですかね。もちろんこういう安定しない人はこれでもいいんです。まあマハムダラの格好みたいになりますが、こうやってですね、ずっともうかかとで右足でやってみましょう。かかとでテイルボーンですね、尾骨を圧迫して、あとはこうやってじーっとですね、ここの近くし続けるっていう、そうやってもスバーディシタナチャクラローケーションっていうのができるわけなんですね。僕としては指で触るよりも足で刺激したいものですから、そんなこと考えてやってみてたんですよね。まあ何でもいいです、自分でどんな座法でもいいですから。手で今は行ってみましょう、サティアナの先生言われるように。そしたら背骨をこうなぞっていってですね、尾底骨、尾骨のところに人差し指こう当てがって、ここがおっぽ切れたところだなってこう圧迫してみてください。切れたところからちょっと 2.5 センチからこれぐらい上げてやりますね。で、そこを強く押しておくわけです。じゃあ目を閉じてね、1分間ぐらいここ圧迫しておいてください。大体でいいです、後で脈動として感じますから。人差し指から弱い人はこう中指で押したり、まあ親指でね、こうグッと押して、何でもいいですか。呼吸はごく自然に楽にやっていてください。少し痛いかなと思うぐらい押しておいていいですよ。だいたい今圧迫しているところ刺激分かりましたね。そしたらその手を外して、手はまあ自然に前に持っていって、今押していたところのやや奥の方ですねに意識を持っていって、そこに自分の全神経を集中して2分間ほどダーラナします。一点集中します。ではしばらくどうぞ。
万一ちょっと焦点ボケすぎたと思う人はまた指で押しても一個に構いません。なるべくこう腰を入れて、でこの場合は電熱ハトメみたいにしてお尻、尾骨突き出すような形にしてその奥に集中すると、まあね、意識が行きやすいですよね。でもし唱えたい方はスワーリシュターナ、スワーリシュターナ、スワーリシュターナとかオーン、オーン、オーンとかマントラを唱えてここを意識し続けても構いません。そうするとこの辺り、あるいはそのちょっと奥の辺りですね、まあ、こう何がしか苦しい、圧迫で苦しいとかね、少し熱くなってきたとか、なんかギューッと押されるような感じになってくるとか、ここでドク、ドク、ドク、ドクっていうような脈動を感じるとか、もし何か近くしたら、ひたすらそれに一心集中していくわけです。集中しながらあれこれ考え事出たなら、私は今スバーリシュターナチャクラローケーション、スバーリシュターナチャクラの位置確認をやっている、そこに戻って覚測当然しますね。毎日光見えたり音聞こえたり、それはスバーリシュターナチャクラを刺激したことによって生じてきた内的な現象であるから一切お構いなし、それはそれで良い。気づき、認め、受け入れ、執着なく手放し、またスバーリシュターナチャクラローケーションに戻る、ただそれだけ。まあ最初ですからこれぐらいにしておきますが、これを何遍も繰り返していくと、この辺でですね、スバーリシュターナチャクラの肉体対応点、あるいはスバーリシュターナチャクラそのものの脈動といったプラーナの、まあ、脈動っていうんですかね、それは確かにここで起こる、ズキンズキンズキンってしてくるのを感じるようになったら締めたものですね。まあじゃあ次息を吐く段になったら、こんなにちょっと腰を力抜いてダラーンと、まあ足も落としたかったら落として、こんなにダラーンとしてボケーっとちょっと放心してくる。じゃあ息を吸う段になったらゆっくり体を起こして天面を開けていってください。だいたいやり方は分かりましたか？これはね、足のさっきの岡田式正座の組み方で刺激するとかね、単に正座の場合でもね、腰こう抜かないでね、腰よく入れてね、お尻を突き出すようにしてここに意識を集中しているとズキンズキンって言い始めるんですね。その波動が伝わってこのスバーディシュタナと極対極関係にいる瓶、対極関係にありますビンドゥですね、それもねズキンズキンとして同時に成功するとね、同時にズキンズキンってしてくるんですね。ついでにマニプラ入るときもよくありますね。まあそんな風にして一点集中する、まあいわばダーラナーですんでね、それを自分で試していってください。分かんなくなったらいつでもこの辺かなって押してみてね、あの刺激何か感じるところ、今僕もこんな風にやってギュッと押すと白い光ピカッと光るわけですね。とにかく圧迫するとそれが変化としてあの現れてはいるんです。近くできるできないは別にしてね、皆さんが近くできる人とできない人いるでしょう。とにかく圧迫すれば変化は出てるんですね。ですから皆さんが今やったことは何かセンセーション、感じをですね、近くできなかったとしても絶対波及効果はあるわけですから、諦めずに何遍でも何遍でもやっていくといつかあそこだっていうふうに分かってくるわけですね。じゃあまあ今日の行はプラクティス1で終わりで、ここまでにしておきましょう。じゃあどうもありがとうございます。